えと私はですね新学生の時にカリスマになったんですねまあ福音派でカリスマ的なこと全く知らなかったんですがカリスマになったんですねそしてねその一番最初の頃にマーレン・キャロザーズさんの本を読んで全てを感謝するということを学んでそしてね意味を十分に理解したわけではなかったんですが 大きく、ね、影響を受けたんですねそしてですねそのカリスマの歩みをしている時に、えー、その時通っていた教会にとどまることができなくなったとそういうような形だったんですね。でその時こう思ったんですね。何と思ったのかっていうとですねえー、っとカリスマのことは真理だからたとえ人々から捨てられたとしてもですねカリスマの道を全うしろと。 こういういに思ったんですねでその時にですねえー、っとこれから茨の道でいろんな問題とか困難の中に歩まないといけないなとこういうふうに思い、えー、そしてですね決心をしたわけですね。そしてその時にですね心の支えだったのはマーリンさんの獄中からの差だったんですね、えー、っとそれととにですね。 ロバート・ユイの「大いなる衆」っていう歌が世界的にヒットしてましたから「大いなる主、褒めたたえるべき主」っていう歌をね一生懸命歌ってたんですねそしてね目の前の道はね真っ暗でしたでもこれが神様を導くならば神様の道を行こうとこういうふうに思ったんですねところがですね状況は逆だったんですね 私は道が閉じたと思ったんですがそこからいろんな事柄が次々と開かれてきました具体的にですねそれはですね超強派の殿動団体のです、ね、スタッフになっちゃったりあるいは進学校の相談になっちゃったりあるいはまたですね絶対カリスマ嫌いでこのグループから言われないっていうグループからね招かいたりしてで主に従った時に 私が想像したこととは全く逆なことが起こってきたんですね。そしてですねその中で驚いたのは何が驚いたのかというとですね世界的に有名なロバート・ユーインの大いなる詩を歌ってたわけですがロバート・ユーインとね深い関係になっちゃったんです。ロバート・ユーインの家に泊まり一緒にご飯を食べメキシコではね一緒に説教いたしました。まさかこういう風になると思わなかった。 そしたら次にねどうなったのかっていうとですねマーリン・キャロダーズがあなた方の教会に来るって予言があってそんなことありゃしないぞと思ったんですが来たのですよ。でそれだけではなくてねマーリン・キャロダーズ氏と非常に深い関係になりました。そしてですねマーリン・キャロダーズさんが昇天する最後の説教はですね我々のところでした説教なんですねでその時にね。 私は主に従ったら道が閉じると思ったんですね。ところがね逆でしたね。大きく開かれまた。神様ね最善の道を皆さんに用意しておられますのでね、どうぞ主に従いつつ見といてください。